千葉ニュータウン鉄道株式会社は千葉県船橋市の小室駅から印西市の印馬日本医大駅までの鉄道路線を所有する第三種鉄道事業者である京成電鉄の100%子会社で東気町の本店も京成電鉄本社内に置いている代表取締役社長は京成電鉄の役員が務める都市基盤整備公団が建設所有していた 鉄道路線を譲り受けするために設立された会社である。北総鉄道北総線に遠隔及び、千葉県営鉄道北千葉線経緯も参照。小室駅インバ日本医大駅間は、千葉県と宅地開発公団住宅、都市整備公団都市基盤整備公団が開発した千葉ニュータウンと都心とを結ぶ唯一の交通機関として、千葉県営鉄道北千葉線の免許の一部を引き継ぐ。 形で高団自らが地方鉄道法に基づく鉄道事業者となり、1984年から2000年にかけてに開業させた路線である。開業当初は住宅都市整備高団千葉ニュータウン線として、高団自らが車両と鉄道施設を保有した上で、北初富駅、小室駅間を開業させていた第三セクターの北総開発鉄道に運行を委託していたが、 1986年に鉄道事業法が、その後、特殊法人等改革基本法に基づき2004年に都市基盤整備公団が公団から独立行政法人に組織移行するにあたり、公団線の輸送人員が当初の予想を下回る状態が続き厳しい経営状況が続いていたことを踏まえ、公団線を他の事業主体に譲渡し、鉄道事業から撤退することを決定。 北総開発鉄道の親会社でもある京成電鉄が2004年3月に受け皿となる千葉ニュータウン鉄道株式会社を設立し都市基盤整備公団及び千葉ニュータウン鉄道が国土交通大臣に対し鉄道事業法第26条に基づく鉄道事業の譲渡譲り受け年貨を申請同年6月22日付で認可され 砲団の事業終了翌日の2004年7月1日をもって千葉ニュータウン鉄道の保有する路線となった。譲り受け金額は193億円。その後、2010年に京成電鉄が成田空港線を開通させるのにあたり、京成電鉄も千葉ニュータウン鉄道区間の第二子鉄道事業の免許を取得。これにより、現在の主な収入源は、 第2種事業者である北総鉄道京成電鉄から入る線路使用料となっている。この年間線路使用料が京成の3億7535万円に対して北総鉄道は25億2714万円になっているために北総線の運賃高止まりにつながっているのではないかと問題視する意見もある。北総鉄道運賃問題も参照詳細は 北総鉄道千葉ニュータウン鉄道所有者を参照住宅、都市整備公団時代に製造、所有していた電車に系列を譲り受けしたほか、千葉ニュータウン鉄道になってから9200型が新造され、さらに形成より3700系のリースを受けて9800型とした、9800型が東急車両製造性である以外は全車日本車両製造性、 蒸気各駅の駅名標は、長年北総鉄道とは異なるオリジナルデザインのものが使用されていたが、2015年から2016年にかけて北総鉄道のデザインに更新された。ただし、小室までの各駅よりも横長になっている。また、公団時代には、駅舎に都市基盤整備公団のマークが設置されていたが、現在は北総線とのみ表記されている。ありがとうございます。